ちはるまるアイドル、はい、泉風花です。同僚役の泉風花です。アイドルアイドルです。はい、はい、みやです。違うね。はい、柳原はい、ミヤキャット役の柳原加奈子です。はい、マイルガ役の伏見はるかです。イエーイ。キャモノフレンズ3、1周年おめでとうございます。はい、ということで、私たち一人ずつね、あのキャモノフレンズ3 1周年の、お言葉を、はい、ね、あの皆さんにお届けするということで。なんといいんですか。いいんです。いっちゃいましょう。マイルカさんからお願いします。はい、じゃあ和風担当のマイルカから、言わせていただきます。はい、まあ、なんといっても1周年さ、アップデートすごかったんだけど、あったね、ワイワイツリーハウス、かわいいやつね。かわいいやつ、あのかわいいやつね。やっぱり私は花丸会議してる。あの実在感がすごいよね。そうそうそう、あれのね、すごいよね。なんかさ、何話してんだろうってさ、ね、気になる。なんかすごい喜んでたよね。あれ素敵、いいよね。癒しですな。ね、さらにね、楽しいなって思います。これからもいっぱいいっぱい遊ぶぞ。あ、では先生、うん、はい、先生役の先生役じゃないけど先生担当柳原です。はい、まあ、なんといってもキャモノフレンズ3のこのアプリはストーリーが本当に良くて、もう私なんと涙したことが、そうね、それもみんなに心配されるぐらいめちゃめちゃストーリーが良くて、ね、だからね、あのまだ続きがあるじゃないですか、うんうん、だからね、これからどんな風になっていくのか、ぜひね、隊長さんと一緒に確かめたいと思うのでね、はい、ぜひぜひそこも楽しみに、楽しみに、チェックチェック。じゃあ最後に泉から、うん、いつもキャモノフレンズ3を遊んでくださってありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、1周年って簡単なことじゃないですから、うん、ね、あの隊長さんたちと愛を込めて作ってくださっている方たちのおかげでこうしてね、1周年を迎えることができましたので、うん、もうこれからもね、あのストーリーも、あの新しいストーリーも増えましたし、うん、メインストーリーももちろんこれからね。いやー、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だよ、私たちがついてる、大丈夫、大丈夫。パワーがすごい、ごめんね、パワーがすごい。だけど、ね、これからどんどん盛り上がっていくし、うんとね、みんなが悲しい思いはしないと思いたいので、ね、これからも隊長さんたち、私たちと一緒に、ね、あの探検隊を、そして私たちのことも見守っていただけるとありがたいなと思います。ということで、これからもキャモノフレンズ3をよろしくお願いします。よろしくお願いします。